岡ソフトバンクホークス対読売ジャイアンツ。ジャイアンツバッターボックスは6番丸。ホークスこの回2点を入れています。さあ4点をリードし、なおもその点差を広げていこうかというところです。さあ2球目は何か。打ちました、痛烈な打球、切りました、ファウルボールです。改めてお聞きしますが、バッターボックスの丸、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。引っ張った、これはファーストライナー。7番バッターロペス。相手に流れが傾かないように、このチャンスをしっかりものにしておきたいですよね。さあ大量に初球打ち、外崎が抑えています。ワンアウト。打席には3番バッター中村。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。ツーアウトランナーありません。さあ勝利まであと、引っ張った、松田、これはサードのエラーです。ツーアウトランナー一塁、記録はエラーということになりました。今日は見事な完封です。